に柏木選手の手に当たっただろうっていうね、はい、そうですね、そういう思いはあると思いますが、よく走りましたよね、やっぱここね。リプレイで見てみましょう。胸元を掴まれたのを感じて柏木が倒れたっていうことですね。渡辺選手は3枚目のカード、これ田中純也入ります。アウトはクレオ。3枚のカードを使いましたメルシーニョ監督。高敷さん、はい、この後なんですが、柏木選手ちょっとアクシデントのようですね。ああ、そうですか。この後変わりたいということを自分から言っています。なるほど。このフリーキックはでも蹴る気満々ですけどね。蹴れるということはどんなアクシデントですかね。マキノが蹴りたそうにしてますけど、左の選手が立つ立たないだけでも違いますからね。そうですね、相手がね、右なのか左なのか。さて柏木が蹴りそうです。柏木、いやー、素晴らしいフリーキック。これで変わるんですかね。今日2ゴール、かっこいいですねこれ。 ね変わるから最後蹴らしてって言って決めちゃう決めちゃうというのはね、今の綺麗に決めましたね。いや、素晴らしかったですね。はい、やはり変わるようです。変わるんですか、はい、あ、素晴らしいフリーキック。素晴らしい、100点満点のフリーキックです。そうですね、はい、この蹴る前に交代を告げてて、そして変わるというこのかっこよさを知ってるのはその僕たちのテレビを見てる皆さんだけですよね、はい、そうですね、スタンドに来てる人は知らないですからね。そうですね、